スタニスラフ・ギレア・ロビチ・ポプラフスキーは、ソ連、ポーランドの軍人、上級大将、ソ連邦英雄、1923年から赤軍、兵卒として赤軍に勤務し、その後、連帯学校の生徒となり、下級指揮官となった。1930年、ハリコフ軍事学校を卒業し、1935年まで、ハリコフ赤総長学校の教育省隊長、 中隊長を歴任。1938年、MV フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業し、教育業務に送られた。1940年7月から、白ロシア軍管区第162狙撃士団参謀部、作戦班長。独ソ戦時、西部戦線、カリーニン戦線、第1及び第3白ロシア戦線において、連隊長、狙撃士団参謀長。 狙撃師団長、狙撃軍団長を歴任。1944年、ポーランド政府の要請により、ポーランド軍に派遣。1944年9月から、ポーランド軍の第二軍、同年12月から第一軍を指揮。オーデル川防衛戦の突破とベルリンの戦いでの功績に対して、ソ連邦英雄の称号を授与された。また、戦時中、 最高司令官から15枚の勘定も授与された。戦後、軍艦区、ソ連地上軍を指揮し、1945年から1956年に、ポーランド人民共和国国防次官。1949年から1956年の間はポーランド統一労働者党中央委員会のメンバーになった。1956年に、ポズナンボードを鎮圧。 1956年12月、ソ連に帰国し、ソ連国防省第一副主任観察官。1958年4月から、ソ連国防省観察総監軍事観察顧問。ソ連邦英雄。レーニン勲章3個、10月革命勲章、赤旗勲章4個、一等及び二等、スボーロフ勲章、二等、クトゥーゾフ勲章、二等ボグダンフメルニツキー勲章。 赤星君賞を受賞、ありがとうございます。